国民の信頼回復のために火の玉となって自民党の先頭に立ち取り組んでまいります。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐっては、議員側が派閥からキックバックを受け、一部は政治資金収支報告書に記載せず裏金にしていた疑いが持たれています。岸田総理は今日、安倍派の閣僚4人を事実上更迭し、林前外務大臣ら新しい閣僚を任命しました。こうした動きについて広島では、今回のパーティー券の問題ですけれども、私が思いますのに、やはりその安倍政権の海が完全に出し切れていないまま政権運営が行われていた、ここに問題があるというふうに思います。誰かの都合でどこかでそのルールが、勝手に曲がった解釈の中で、政治家個人に何でも使えるお金として渡るというのは、私たちにとりまして、特に地方議員に関してはですね、全く理解ができない、もういい加減にしてもらいたいと。言葉にならないですよね本当に、やっぱり生活は苦しくなる一方で税金も上がったりとか、せっかく広島から、G7 があって、せっかく活気づいてきた時にこういう問題が出るっていうのはどうなのかなって実際本当に思いますね。この問題が出てることに対してその曖昧な回答してるっていうのはちょっとよく絶対良くないなと思ってて、原因をまず究明して、再発防止とかっていうのをどんどん打ち出していかないと変わらないんじゃないかなとは。大問題ですよね。私すごく期待してたんですよ。地元の方ですもんね。だから本当がっかりしました応援はしたいですけど、ちょっと今あまりにも問題になってるから皆さんが許さないんじゃないですか。一時収まるかもしれませんけど、また何かのようにニョキニョキと5年もしないうちに出てくるんじゃないでしょうかね。でさらに巧妙になると思いますよ。尻尾をつかまれないようにね。でみんなが声を上げるしか他に方法はないと。地道ですけど。